どんなお金発生するのそれ。考えただけで興奮してきた。私あんまり嬉しかったことがなくて大丈夫、ね、なんかムカついた方で言うと、うん、なんか誕生日だったんですよ私、うんうん、で春菜はプレゼントもくれて、うん、結構一緒にお祝いもしてくれたでしょ。したね一応。あもうしたんですかそこは、うんまあ、一応ね、まあ別にその盛大にじゃないけど優、ね、子と一緒に、うんうん、その鳥の市の流れで、うん、なるほどお祝い、まあ別にそれもまあ計画してくれてたわけじゃないから、うん、別にそんな言うほどでもないんですけどでも高見菜が何にも全然いい、うん、多分もうこのまま忘れようとしてる。あこのまま年末にもうこれでもう行こうとしてるの、うん、行こうとしてないですよ、うんうんうん、もうだってそしたらもう劇場の周年があって、うんはい、もう年末おった番組モードですねそれはモードになっちゃうから、うん、もう誕生日を多分しないと思うんだ、うん、私は高見の誕生日当日にさ、はい、当日、うん、2日後ぐらいかなみんな春菜と一生懸命人集めてさ、うん、やったのに、はい、そうでしたね。そうでした。忘れるでしょもうこのまま。いや忘れてはないよちゃんと覚えてますよ。確かになんか言スケジュールが本当に合わなかったね。あの小島さんといろいろ話してたんですけどツアーとかマジで合わなくてどうしようかね。あれでもさ先週さこの日良くないって言って今日のこと言ってたよね、うん、今日のこと言ってたんだけど埼玉のツアーとかもあったからなんかぼやっとして今日になってしまったなって思った私も今日来てるんだよね。あれちなみにあの峯岸さんいくつになられたんでしょうか。22歳です。22か。抱負はそうやってさ抱負を一応ねいいよ抱負なんて別にラジオリスナーの皆さんにね いや絶対言いたくない。いやリスナーの皆さんに伝えとこそこは高見菜が誕生日祝ってから言う、うん、ちょっとリスナーさんに伝えなさいよ。高見菜がやった誕生日会で言うリスナーに伝えろってリスナーの人にはリスナーの人に伝えなさい。やった誕生日会で言うどうすんのリスナーの方に伝えときましょう。高見菜がやった誕生日会で言う確かに2人が4月だからさそうなんだよね。早いんだよね。一緒にやってくれるじゃん。なんかみんなその忘れないじゃん。流れがあるから。うんうんうん、そうね。私一人11月だからいつも忘れられるもん。うん、やってほしいの？ね。やってほしい。だってあげる写真もないし。ああ。あのみんなねわーってやってやりたかった。ああ。そうだよな。夢見たんだからね私。サッシーがすっごいみんなに祝われてて、うん、私のはなんでやってくれないのって泣いてる夢見たの。かわいそう。あれはかわいそう。やっぱり誰とか来てほしいの、うん、えメンバーとかどういう感じでやるの、どこのなんだろう、でも一番年代のメンツと会いたい人は竹野内豊さん、うん、いやごめんねそれはちょっとごめんなさい無理ブッキングできないちょっとでやっぱ私歌が、うん、そのバックナンバーが好きだから、うん、もしバックナンバーがお誕生日の歌歌ってくれたらすごい嬉しい、うんあと CD 流せばいいかな。あとは何だろう、バックナンバーさん知り合いじゃないな、うん、マンジャッシュさんのコントも好きだから、あ私小島さんならお友達かも。小島さんお友達一人で来られてもちゃんと見れないから二人で来てくれたりして、ね、その余興とかして、うん、あとはなんかなんとなくメンバーがいたらいいかな。マンジャッシュ、うん、メンバーと竹野内豊さんと豊さんバックナンバーさんの歌で、ね、アンジャッシュさんのコント、うん、なかなかコントもね今やらない。でニャンニャンがホールケーキ作ってくれたら一番ホールケーキニャンニャン作る、ああ作るかだからまだあるから。でも竹野内さんだって全然わかんない。どうブッキングしますこれ、ね、どうないのつながりないでしょ。もう超小さなことでもいいからない。竹野内豊さん繋がる術が、じゃあさ私はさ、うん、アンジャッシュさん頑張るよ、うん、だから高見菜が私バックナンバーさんライブであえに行かせてもらったりすれば私豊か担当え竹豊さんじゃないよ高橋豊え何だって高橋が、はい、誰から誰経由で行けそうかだよ。高見菜の友達にまずなんか近場で竹野内俳優の友達なんていないよ。なんかさ西川さんとか友達多そうだじゃん。まずじゃあ西川さんに聞くの、うん、じゃあ西川さんで西川さんが友達の友達とか西川さん友達西川さん誰でも仲良さそう。確かにねドラマとかもねやらありましたからね。役者さん、役者さんだからね。
うわ、豊さんって誰と友達なの、そこはまず分かんないよ。誰友達。高見な、もうちょっとちゃんと考えてよ。だっていないよ、豊。なんで私の誕生日に関して何にも考えてくれないの。豊考えてるよ。全然考えてない。ただ手持って目つぶってんじゃん。目つぶってって言ってんじゃんか、それ。考えてるけど。あ、反町さんね。あ、反町さん、私地元一緒だわ。おお来た来たぞ、つい突然繋がったな。地元一緒だけど繋がる。地元じゃあ私頑張るわ。小島反町竹野内やばい。え、だったらどっちも来てほしい。確かにそうだよね。別に反町さん経由してたけど、私だって反町さんも大好きだもん。私も小学生は見てたから。ビーチボーイズ、ビーチボーイズの時どっちも選べなかった。え、でもさ、どっちも来て間に入って写真撮れたら一番私もう最高の誕生日だなそれ。どんなお金発生するのそれ。考えただけで興奮してきた。頑張る。じゃあそれに近くできるよ、ね、そうだね、それにね寄り添う形でね。週刊ノースリーブ、ご視聴ありがとうございました。気に入ってもらえたらぜひチャンネル登録をお願いします。